単独セーブ王。亡命しろよ。MLB 行ったら確実に20億以上の逸材が中日にたった2億で買われてる不思議。エグすぎて草。マジで圧倒的メジャー行っても普通にやれるだろ。マヨメジャー EQNTD でやることないやろ。メジャー行ったら一人で中日の総年俸よりもらえそう。エンゼルスに行きなさい。生まれた国が違ったら今頃メジャーで30億だと思うと現実って厳しいな。ずるいわ。何でうちはアホチンなんや。あれ、 WBC から帰ってこなかったのこいつやなかったっけ。史上最弱の球団に史上最高のクローザー。絶対無敵だけど出てくる回数少ないという。こいつ地味に請求もエグいんだよな。大丸得意な選手っておるんか。マジでストレートも変化球もやばいわ。すげえよ。キューバの選手が日本でプレーしてるのって悲しくなるよな。こんなところで終わっていい選手ちゃうやろってなる。これを中日は最終育成選手として獲得した事実。ジャリエルなんて1年活躍しただけで亡命したのに。中日にいるという悲劇もまたかっこよさを引き立ててる。